日本神奈川県川崎市川崎区大木町大木町は神奈川県川崎市川崎区の町名。1965年7月1日に住居表示が施行されている。郵便番号は210-0867。面積は1.82平方キロメートル。川崎区の南東部に位置する。四方を運河に囲まれた埋め立て地であり、一帯は JFE スチール。 東日本製鉄所や昭和電工などの工場が立ち並ぶ工業地帯であるが、鶴見線の沿線には住宅も見られる。扇町は北端で浅の運河、南渡り田運河を挟んで、それぞれ浅の町、南渡り田町と東は池上運河を挟んで、水江町と南は京浜運河を挟んで、東大島と西は田辺運河を挟んで、白石町、 大川町に接する。もともとは渡り田村の地先にあった若尾神殿とその先の海であったが、浅野総一郎のもと、東京湾埋め立て会社により埋め立てられ、工場や埠頭が設置されていった。なお、埋め立ては戦後にも続けられ、1963年に完結した浅野家の家紋である奥義に由来するとされる。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地には鶴見線が通り、昭和駅、大木町駅の二駅が設置されている。なお、鶴見線は戦時買収施設であり、もともとは浅野財閥系列の鶴見臨行鉄道が運営していた。 神奈川県道101号大木町川崎停車乗船が当地と川崎駅を結んでいる。なお、一般の利用ができる交通ではないが、j f ースチール東日本製鉄所内を結ぶ道路として当地と対岸を結ぶ信頼大橋がかかっており、60トン級のトレーラーに耐える稼働中のものとしては日本でも珍しい跳ね橋として、 神奈川の橋100線に選出されている。川崎市交通局が川13系統を、川崎鶴見臨港バスが川22系統を、それぞれ川崎駅との間で運行している。当地には三井不島や東洋不島川崎支店といった施設の港湾施設が存在する。ありがとうございます。